文何にしよう、文のツイッター投稿文の案なんかある？でも時間もないからもう投稿しちゃう。はい、そしてテロップですね。テロップ。はい、ありがとうございます。よいしょ。日焼けマーさん、パワーありがとうございます。ありがとう。頑張ろう。松さんもありがとうございます。松さんありがとうございます。頑張ろう。末っ子長男さんもありがとうございます。ありがとう。ありがこん。え、これ何の耳なんだろう。これ何ですか。これって何ですか。やばいさん、くす玉タワーありがとうございます。ありがとう。え、なんかそう、狐さんと狐の耳でなんかよく見るよね。え、これ何なんだろう。なんかありました、家に。でもなんか見、いつどこで私が入手したのか覚えがないな。あ、生えてきたのか、そういうことか。山井さんありがとう。山井さんありがとう。ありがとうございます。キツネのつもりなので。でもさ、キツネってさ、なんかあれじゃん、このグレーのキツネもいるよね、きっといるよね。どう考えても狼。カムカムさん、めちゃ可愛いギフト、めちゃ可愛いタワーありがとうございます。ありがとうございます。カムカムさん。ありがとう。あ、そっか、チェキ会の時にあ、買った。そうだ、あった。え、懐かしいかも。大量な、いろんな耳を持ってチェキ会行ったことがありました。あったなぁ。なのでこの具は狼の耳らしいですが、狐です。よろしくお願いします。
セイカリンは記憶を思い出した。うわ、大丈夫、皆さん眠気の波は来てないですか？今は11枠目です。あ、徐々に近づいてきている。エナジードリンク飲んだ。私もこのあとめちゃめちゃ濃いブラックコーヒーの残りを飲もうと思う。あと3分。あ、ありがとうございます。ありがとう。じゃあ壇上読もうかな。明日起きれるか心配。確かにもう私今日寝ちゃったらもうロングスリープしちゃうかも。特技の。でも明日公演なので、朝から公演なので起きなきゃ。13位お疲れさん、12位鳥さんさん、11位猫インベランダさん。猫インベランダ、ベランダの猫ありがとうございます。10位チャムさん、9位セルヒオリコさん、8位カズサさん、7位ヒデキンガーさん、6位夢の中さん、5位ヤマイさん、4位日焼けマンさん、3位末っ子長男さん、2位カムカムさん、そして1位松さんです。ありがとうございます、ね、星のアカウントぜひよろしくお願いします。今とても危ない状況です。よろしくお願いします。よろしければお力を貸してくださると嬉しいです。お願いします。で、今日の明日のハッピーに過ごせる方は静岡の天パの竹さんです。ありがとうございます。ありがとう。もう時間か。びっくりした似合うタワー、似合うタワー、似合うタワーなの。一光さんすごい似合うタワー、ありがとう。似合うタワーありがとうございます。コンガですかありがとう。一光さんありがとうございます、ね、アリが似合うタワーです。ありがとう。30、あ、じゃあもうお別れの時間だ。次はあ、こんなにも似合ってるもんねって。ありがとうございますありがとうございました。次は16時27分にお会いしましょう。よろしくお願いします。頑張ろう。ありがとう。またね。また後ほど。バイバーイ。ありがとう。